ファン待望。ナンバーアンダーラインアイの伝説的パフォーマンスが今夜19時に炸裂。全ファン必見。ナンバーアンダーラインアイの最新曲、ゴートとボンがもたらす感動の嵐。今夜6月1日、特別な音楽イベントが開催されることになり、ファンの皆さんは期待と興奮で胸を膨らませています。このイベントには、今最も注目を集めているグループ、ナンバーアンダーラインアイ。 が登場し、彼らの最新の2曲、ヤギとボンを披露する予定です。この2時間スペシャルは19時から始まり、ファンの皆さんが待ちに待った瞬間がついに訪れます。ナンバーアンダーラインア I は、その斬新なスタイルと魅力的なパフォーマンスで多くのファンを魅了してきました。彼らの音楽はジャンルを超え、独自の世界観を持っています。特に今回披露されるヤギとボンは、 それぞれ異なるテーマとメッセージを持ち、ファンにとっては待望の新曲です。ファンの皆さんからはすでに多くのコメントが寄せられ、その一つ一つに愛と期待が込められています。ゴーとヤギとボンボンの2曲に対するファンの期待は非常に高く、多くの人々がリアルタイムで視聴し、その瞬間を共に楽しむことを予定しています。コメントの中には、ヨシリンのように正座して視聴すると決めている人もいれば、 KC の星踊り字のように家族全員で楽しむといった声もあります。このようなイベントではファンとのつながりが特に重要です。ナンバーアンダーライン愛のメンバーもファンに対して感謝の気持ちを持っており、彼らのパフォーマンスを通じてその気持ちを表現しようとしています。彼らのパフォーマンスにはただの音楽だけではなく、ファンとの深い絆や感情が込められています。 ナンバーアンダーライン愛のメンバーはそれぞれ個性豊かで、ステージ上でのパフォーマンスも一人一人のキャラクターが際立っています。例えば、翔くんはそのダンスの才能で多くのファンを魅了しており、その動き一つ一つが見る人を引き込む力を持っています。また、騎士くんの大きな手はファンにとって特に印象的で、その存在感がパフォーマンスに一層の深みを与えています。ファンの中には、 提案のように録画しながらリアルタイムでも視聴するという人もおり、その期待の高さが伺えます。また、ウリタンやヒラリのように、それぞれのメンバーの笑顔や声に癒され、そのパフォーマンスに感動を覚えるファンも多いです。ナンバーアンダーラインアイの音楽は、ただ聴くだけでなく、視覚的にも楽しむことができる点が魅力です。彼らのパフォーマンスは、視覚と聴覚の両方を満足させるものであり、 その場にいるすべての人々に感動を与える力があります。特に今回のヤギとボンは、それぞれ異なるテーマを持ち、ファンに新たな驚きと感動を提供することでしょう。ヤギは、力強いメッセージとともに、挑戦と勝利の物語を描いています。この曲は、自分自身の限界を超える勇気と決意を持つことの大切さを訴えており、その歌詞には多くの人々が共感することでしょう。 一方、ボンは、もっとリラックスした雰囲気の中で、日常の喜びや楽しみを表現しています。この曲は、聴く人々に幸福感と安心感を与え、そのメロディーは心に深く染み渡るものとなっています。ファンの皆さんは、この2曲を通じて、ナンバーアンダーライン愛の多彩な才能と表現力を再確認することでしょう。そして、このイベントを通じて、 彼らの音楽がさらに多くの人々に届き、共感と感動を呼び起こすことを願っています。また、このイベントを機に、ナンバーアンダーラインアイは新たなファンを獲得することも期待されています。彼らの音楽は世代を超えて愛されるものであり、その普遍的な魅力は多くの人々を引きつけます。特に若い世代だけでなく、幅広い年齢層に支持されていることがナンバーアンダーラインアイの強みです。 このように、ナンバーアンダーラインイの登場とパフォーマンスは、ただの音楽イベントにとどまらず、ファンとの深い絆を確認し、新たなファンとの出会いの場でもあります。彼らの音楽は、人々の心をつなぎ、共に楽しむことで喜びを倍増させる力を持っています。イベントが進むにつれ、ナンバーアンダーラインイのパフォーマンスが始まる瞬間を迎えます。ステージが暗転し、観客の期待が一層高まる中、 メンバーが一人一人ステージに現れます。彼らの登場は、まるで映画のワンシーンのようにドラマティックで、観客の歓声が一斉に上がります。最初に披露されるのは、ゴートヤギです。この曲は、力強いビートとエネルギッシュなダンスで始まり、瞬く間に会場全体を熱狂の渦に巻き込みます。歌詞には挑戦と勝利のテーマが込められており、 メンバー一人一人の表現力がそのメッセージを強く伝えています。特に翔くんのダンスは圧巻で、その動き一つ一つが観客を魅了します。ファンの間では彼のダンスがどれほど素晴らしいかが話題となっており、その期待に応えるパフォーマンスを見せてくれました。次に披露されるのはボンボンです。この曲はゴートとは対照的にリラックスした雰囲気を持ち、 観客に心地よい時間を提供します。メロディーは穏やかでありながら、どこかノスタルジックな感じを与え、その歌詞は日常の喜びや楽しみを描いています。メンバーの声が一つに重なり合い、まるで家族や友人との時間を思い出させるような温かさを感じさせます。この曲では、岸く君の大きな手が特に印象的で、その動きが曲の雰囲気を一層引き立てています。 パフォーマンスが終わると、観客からの拍手と歓声が鳴りやむことなく続きます。ナンバーアンダーライン l i のメンバーは心身と頭を下げ、感謝の気持ちを表現します。その姿にファンの皆さんは一層の愛情と敬意を抱き、彼らの成功を心から祝福します。この夜のイベントは、ただの音楽パフォーマンスではありませんでした。それは、ファンとナンバーアンダーラインアイとの絆を再確認し、 新たな感動と興奮を共有する特別な時間でした。ファンの皆さんは、この瞬間を永遠に心に刻み、これからも、ナンバーアンダーラインアイの音楽を支え続けることでしょう。イベントが終わった後も、ファンの皆さんの興奮は冷めやらず、SNS やブログには多くの感想や喜びの声が溢れました。ナンバーアンダーラインアイのパフォーマンスについての賞賛や、彼らの今後の活動への期待が語られ、 ファン同士の交流も一層深まりました。例えば、ファンの一人である、イカちゃんは、見ます、楽しみにしています紫ハート、とコメントしており、その期待感が見事に報われたことを報告しています。また、KC の星踊りジクラクラは、家族みんなで見ます、と語り、家族全員での視聴が素晴らしい思い出になったと喜びを表現しています。こうしたファンの声は、 ナンバーアンダーラインアイのメンバーにとっても大きな励みとなり、彼らの次のパフォーマンスへの意欲を一層高めることでしょう。さらに、ゴートとボンの2曲は単なるヒットソングにとどまらず、ファンとの深い絆を象徴する楽曲となりました。これらの曲を通じて、ファンとナンバーアンダーラインアイは一つにつながり、その絆はますます強固なものとなっています。このように、 ナンバーアンダーライン愛の音楽イベントは大成功を収めました。しかし、これはまだ始まりに過ぎません。彼らの音楽はこれからも進化し続け、新たな挑戦と発展を続けていくことでしょう。ファンの皆さんもその旅を共に歩み続けることでしょう。最後に、今回のイベントを通じて、ナンバーアンダーライン愛 がどれほど多くの人々に愛され、支持されているかが改めて確認されました。彼らの音楽は、ただのエンターテイメントにとどまらず、人々の心をつなぎ、共感と感動を呼び起こすものです。今後も、ナンバーアンダーライン l I の音楽が多くの人々に喜びと感動を与え続けることを心から願っています。